今回は生きる意味があるかというお話です。私たちは人間としての生きている意味と価値を絶対的に信じなければならない。すべてはその人がどういう人間であるかにかかっている。強制収容所の体験の中でさえ、最後の最後まで大切だったのはその人がどんな人間であるかだけであった。それは一人一人の人間の決断にかかっている。創造性を発揮し、言葉だけではなく行動によって生きる意味をそれぞれ自分の存在において実現するかどうかにかかっている。人間は楽しみのために生きているのではない。普通の人は日常生活の中で快感よりもずっとたくさんの不快感を体験する。そのため初めから楽しみのために生きることは不可能である。また楽しみのために生きる必要はない。楽しみそれ自体は生きている意味を与えてくれるものではない。よって楽しみがないからといって生きる意味はなくならない。生きるということはある意味で義務であり、たった一つの重大な責務である。人生には喜びもあるが、その喜びそのものを欲することはできない。喜びはおのずと湧くものである。幸せは決して目標ではないし、目標であってはならない。それは結果に過ぎないのである。幸せというものは思いがけず手に入るものであり、それを得ようとすればいつも失敗することになる。私たちが生きる意味はあるかと問うのは初めから誤っている。つまり私たちは意味を問うてはならない。人生こそが問いを出し、私たちに問いを提起しているからである。私たちは問われている存在なのである。私たちは人生が絶えずその時その時に出す問い、人生の問いに答えなければならない。生きること自体、問われていることに他ならないのである。その問いに答えることは生きることに責任を担うということである。つまり人生という問いは、ただいつも自分の人生に責任を持って応答することで答えることができる。未来がないように思われても怖くはない。現在が全てであり、その現在は人生が私たちに出すいつまでも新しい問いを含んでいるからである。その際どんな未来が待ち受けているかは知る由もないし、知る必要もない。それでも人生にイエスという、ヴィクトール・フランクル著。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと今後の励みになります。